全勝な俺にどうしても勝ちたいみたいね。おいおいおい、絶対抑えます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。もうだいぶ体ほっかほかなんですけども、奈々ちゃん、はい、今日はですね、一人ヤバいやつ呼んでます。ヤバいやつ、あ、ガチでヤバいやつです、これは。あ、まあ僕の同級生なんですけどね、最近はもう向こうず一応出禁にしてたんで、ちょっとまもなく来ると思うんですけど、来ましたね、もう来ましたね、ちょっとあの大男が。でかいなぁ。おはようございます。おはようございます。なんや、向こうず全勝な俺にどうしても勝ちたいんだよ。笠原、はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今日は奈々ちゃん連れてきました。ああ、いつも拝見させていただきます。こちらこそ拝見します。でかっ。でかい。なんかまたでかくなったでしょ、これ。何？正月舞台。いや、多分今130、何キロ？130ちょい。プロレスラーすごいよ。あの奈々ちゃん、すごい森本ひとりさんとか、いろんな方今ぶった切ってきて、今ほぼ全勝や。はい。あんま歌ったことなくて。大丈夫。ああ、向こうさんとか笹川萌ちゃんよりいいピッチャー。ああ、それはもう顔見て判断してもらおうかね。ね、どうしても勝ちたいらしいの、俺。いや、多分ね、笠原一回だけ試合あの一緒にやってる。はい。あ、覚えてますよ。覚えてる。味方で。で、多分その時奈々ちゃんが多分3イニング無失点かなんかで、ね、流れ作って笠原がその後多分ホームランだった。あの劇的な試合。ホームラン。そう。まあ何にせよ。まあ、あの時は仲間だったけどね。何にせよ、はい、向こうず戦、3戦4戦全勝っす。そろそろ勝ってほしい。あの時より、あの試合より球速10キロぐらいアップする。そんなことある？ガチで、一応変化球はなし。なしでいいの？いや、まっすぐとスローボール、はい、大丈夫？大丈夫。ちょっとね、新年一発目にやっぱ笠原を買っといた方が、最近全然なんか野球やってないらしいんで、ちょっとまたケツに火つけてやろうかな。そうですね、はい、2打席対決でいいですか？2でいい。萌えちゃんの時もさ、2打席対決でさ、俺が2の2打ってさ、そうなんかもう1打席くださいって逆に言われてるから、もう1回言っとくと大丈夫。大丈夫、2ポッキリで OK。ポッキリで、これでいいか。2ポッキリで、ポッキリこれから聞いてますよね、皆さんね。で、長打でいい。長打、そりゃそうでしょ、女子だよ。いや、俺ピッチャーっすよ。何かってなってますか。そうだ、ピッチャーでプロに入団してる。そうで、もともと明徳中の時に呼ばれてた。中学校の話でしょ。長打、長打、さすがに長打じゃない、男のプライドとして。そんな勝ちたい。一生残る。やってやろう、やってやろう、やってやろう。いや、行こうか。じゃあ、うん、俺が長打打ったら、うん、まあ僕のチャンネル的に、うん、まあちょっと質問一個聞いていいですか。はい。いいね。奈々ちゃん、はい、奈々ちゃん、まあ巨人の選手誰と、いや、誰に抱かれたいか。まあちょっと投げながら考えててください。どうせ打たれるんで。あ、じゃあそれ、あの、また別枠でね、もしチャンネル上がると思うんで。絶対抑える。ちなみに現役女子大生です。女子大生。現役女子大生で今年あの卒業します。なるほど。はい、じゃあプラスアルファ合コンをしてもらおう。間違いない。よっしゃ。じゃあこれ約束で。オッケー。じゃあ俺らが勝ったら、なんかお前その上着ちょうだい。お前その上着高そうだ。高そうだ上着ちょうだい俺にこれ。これ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 。でも俺服持ってないからさ。いつももらい物で生活してるから。だいぶ高そうだけど。高くない。マジで。ちょっと身ぐるみ履いて帰ってくるから。よし、じゃあよろしくお願いします。なるほどね。相変わらずいいね。相変わらずいいよ、バッティング。そうだよ、そうだそうだ、弾道がいいね。このネットにとらわれない感じがいいよ。練習してねえけど、ゴルフしかやってない。確かにゴルフってるか。ラスト、いいっすね。はい、
どうすか、女子です。ラスト、もうちょいラスト、あの、あれ、行こうか。マジマジ気合やばい、気合半端ない。うわ、でかいでかい。頑張るぞ。ボール引っかかっちゃったから。うわっ、ファール。なんと戦通じやすいじゃん。バチバチよね。ちょっと待って、結構今ライト戦通じやすいやったような。いや結構ガチで、ね、いやちょっと、切れないと思うよ。いやいや、ちょっと俺もちょっと思った、ちょっと思った。アキラ、アキラ、中学生とか、はい、中学生スリーアタリ、うん、でもあんな当たりでいいのかなっていうことだよね。だファン的にどう、ほんとすごいの、ボス。園田打つにはライト線レフト線しかないと思ったんですよ。なるほど。いや普通男なら左中間か右中間でしょ。男なって言われてもまっすぐだけ勝負って言われて、2球変化球で初めて見たストレートをカーンって当てたんですけど、どうですか。びっくりしたのがめちゃめちゃバチバチスライダーになる。しかもバチバチにいいコースだけど、あの俺初球終わったと思ったね。あれど真ん中のチェンジアップで。いやでもあんな当てただけでいいのかっていう。でもあれはまあ大事やね、やっぱプロのあのうまさというか、器用さが。やっぱ笠原はもうね、まあ、プロ野球選手付きして判断します。早い、切り替え早いな。じゃあラストです。はい、いただきます。なぜプレイヤーで。おい、スライダー、ショートゴロ。中学の時どこまで行った？いや全国取りました。で高校は復興大城東で。A です。ベスト A。でそこから高卒でプロ入り。ドラフト前。5です。で最後14年後ショートゴロ。めっちゃプロフィール出されるやん。なんでなんで、あきら的にさ、やっぱ小6の時からさ笠原チャンネル見てるやん。どうなった、あきら的に。残念だな。失礼した。3年が一番きついのよ。夢与えです。まあでもで1打席目とりあえずじゃあヒットってことにして、どうですか、平行にもう1打席ぐらい。オッケーオッケー。じゃあラストでいっとこうか。じゃあちょっとあの笠原にちょっと握手、パワー。じゃあ泣いてもらってもラストなんで、本当によっしゃ、はい、もうこれでちょ、俺マジで服もらうんで。俺最近ちょっとあのダウン持ってなくてちょっと寒くて困ってたんで、ちょっとマジであいつの身ぐるみあの剥いで帰ります。ここまで来たんで絶対押さえます。はい、お願いします。はい、うまっ。インローのインローのチェンジアップ、おめでとうございます。ここからこれすごい、坂本さんのね、早田さんにいつも飲み会でこうするやんって言われた。肘抜きしたな。肘抜きさせていただきました。いやちょっとやられたな、これは。やばいな、やばい。
や、ちなみにあのいいボールだったんだけどね、めっちゃちょっと抜いた感じで。あれ何、最後先着先着で、あのボール球ね、ちょっとこっちに入ってくるのが、うん、これをこう打たれたんで、なるほど、はい、やられたわ、うまかった。あ、どうぞ真ん中にということでですね、はい、約束通り奈々ちゃんに巨人で抱かれてみたい選手を一人発表していきたいと思います。もうここでいいの、まあ、まだ別の方がいい、別の方がいい、これ何ですか、ですか、はい、OK です。ちなみに、まあ、ちなみに言っていいですか、ちなみに言っていい、奈々、はい、ちゃん東京生まれ東京育ち、スーパーシティガール、あの巨人ファンです。 OK、 いや巨人ファンじゃないです。違う、はい、いや、ちなみに巨人戦今年、去年何試合見に行った、5試合ぐらい行ったかもしれない。まあまあ行ってる、そう、まあまあ感謝祭も行った。俺ゼロ、えそう、できんだから、あ、そう、球場できんだ、できんだんで、じゃあ聞いてみますか。さあ、ナナちゃんということで、ナナちゃんが、待って、巨人の先生、浮かばないんだけど、浮かさなくてもいいんだよ、いいえ、ナナちゃんがですね、巨人軍で抱かれたい選手発表まで3、3、2、1、1、坂本勇人。うわいや、ちょ、それはそれ違うところ、あの、大丈夫まあ、でも、込み込みでね、込み込みで、いろいろね、あると思いますけれども、まあ、くれぐれも、はい、確定されないように、はい、はい、ないように、お互いのチャンネルで上がりますので、はい、まあ、僕の方ではこの最後はちょっとね、うん、違う締めで、そう、違う締めで、はい、で、服もらって帰るっていう、はい、はい、というわけで、はい、奈々ちゃんちょっと打たれましたけども、はい、まあ、これをね、糧に、今年頑張るみたいなんで、で今年4月から実は会社になります。誰ですか、あら、はい、そんな、笠原からちょっとね就職祝いということで何か、はい、はい、もう2人っきりで叙々苑とかだった2人っきりで、うん、ちょっと保護者っきりで、一応あれボイスレコーダー撮っときます、はい、なっちゃうピーヤピーヤ、2023年も頑張っていきますので、はい、ぜひね笠原チャンネルの応援もよろしくお願いします。ありがとうございます。あと奈々ちゃんもね、インスタとかもう全部やってますので、はい、TikTok とか、はい、フォローの方でよろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。イエイ、スラスラタン、ありがとうございました。スラタン、スラタン、いやもうやっぱ俺勝っちゃうな、向こうには